秩父橋は、埼玉県秩父市、阿保町と道、寺尾の間にかかり、荒川を渡る国道299号及び、埼玉県道44号秩父小玉線の道路橋である。現在国道299号が通っている橋は、1985年に、竣工した三代目で、その下流にある二代目の橋も、旧秩父橋として現存している。 秩父地方で最古の歴史を持ち、古くから秩父振動として、小賀野や小玉方面への主要な交通路としての役割を果たしてきた橋である。1985年仮設の元橋は、川口から 120.6km の位置にかかる、埼玉県では初のシャバリ橋である。橋の両側は、貸し段丘になっていて、右岸側と左岸側の段丘面を直接結んでいる。 教軸は線形を重視するため、急鏡とは異なり、稼働に対し約45度の車峡となっている。国道の橋であるが、管理者は、埼玉県である。国道299号は、国道と称しているが、直轄国道ではなく、補助国道であり、全区間県管理である。また、埼玉県の第一次特定緊急輸送道路に指定されている。 西部観光バスの大賀野線や秩父吉田線の走行経路に指定されている。右岸側は、竜、石寺停留所が最寄り、橋町153.153メートル、総福十11.5メートル、有効福院10.0メートル、島町152.000メートルの一景観のシャバリ橋の一等橋である。高さ40メートルの逆、Y 型の首都は、 左岸側に一機あり、そこから右岸に向かって直径 7mm の光線を束ねて、ケーブル保護管で被覆された6体のフロントケーブルがファン型で重量約1200トンの交渉板の箱桁に貼られ、その反対側はタンストランドでは当時として世界最大型となる4本のバックステイケーブルで左岸側の段掛崖に打ち込まれたアンカーレジンに固定された。 非対称な外観を有する。橋の構造が特殊なため、主刀の側面などよりトランシットを用いるなどして、主刀の傾きがないか、定期的に点検している。橋面は、車は、車道中央を頂点に1.5%、歩道は2%の横断勾配が付けられている。橋の照明は、高欄ラン照明を使用している。歩道は、上流側のみに設置されている。 本橋梁は日本百名橋の一つに埼玉県では唯一選定され土木学会田中賞を受賞している。また特定非営利活動法人シビル街づくりステーションによる関東地域の橋百選に選出されている。他にも埼玉県のぐるっと埼玉サイクルネットワーク構想に基づき策定された自転車見どころスポットを巡るルートの 秩父札所34箇所を回るルートの経路に指定されている。秩父橋が架けられる以前は、柳葉の渡しと呼ばれた船一艘を有する施設の、土船場が急遽のやや上流側、現在の新橋の真下あたりに存在していた。この土船場がいつから存在していたかは定かではないが、付近に所在する岩の神道に1742年の記録が残され、 その文書に都線について記されていることから、その頃までには存在していたと考えられる。都線の運営は、岩の神道が行い、都線料は通常は一人三分、増水時は八分から十六分であった。小玉方面への経路であるとともに、秩父札所の十九番から二十番の経路にもなり、巡礼の渡し場としての渡し場の性格も有していた。冬場の減水期には、 長さ15件の土橋の代わり橋が1818 18年頃よりかけられていた。この都線上は秩父橋の開通により廃止された、木鉄混合、プラットトラス橋の初代秩父橋。秩父新道は秩父地方から軍外へ通じる初めての道路として1883年に着工され、1886年4月に竣工している。 秩父橋は、その秩父振動の建設の一環として最後に工事が、残された区間にかけられたものである。秩父事件で、財政的に緊迫する時よであったが、橋は1885年12月に竣工され、1886年1月16日に、橋の開通式及び、渡り染め式が挙行された。さらに1886年4月18日には、 秩父振動の開通式が行われた。橋の施行は、斉藤組が担当した。架橋に要した費用は3万円であった。橋の高さは7畳2尺あり、橋長142.12メートル、福井4.24メートル、最大島長36.4メートルの圧縮材に、木材、引っ張り材に鉄を用いた上ェ式の五景間木鉄、金号プラットトラス橋で、 2代目の旧秩父橋の30メートル上流側にあった。この木鉄混合、プラットトラス橋は、荒川では、初代の荒川橋や親花橋にも採用されている。景観割は、主警官が3連あり、その両側に、側景観が、それぞれ一連ずつある。橋の部材の木材は、大滝村さんで、橋脚は、 小が野町産の岩戸の沢石を使用した石積み橋脚で川上側には水切りが付けられていた。桁下高を稼ぐため橋脚の長部に木製の柱で櫓を立てその上に構え下手が組まれた。現在は橋脚のみが移行こうとして川の中に残されている。また、佐賀川橋詰めに所在する秩父橋ポケットパークに明治18年12月築造と記された初代の 橋の親柱2本が保存されている。この親柱は1985年の橋の基礎、工事際に川床から発見され、発掘されたものである。旧秩父橋と初代秩父橋の移行三代目の原稿の秩父橋に、対し元橋を旧秩父橋と称されている。橋は、戦前の1930年に着工され、翌年竣工した。 全長134.6メートルの RC 上路、回復くぬぎ川橋の三島橋である。橋の施行は、斎藤組が担当した。走行費は94,500円である。橋は1931年5月に開通した。全員福音6.8メートル、有効福音6.0メートル。景観割は、主景観35メートルのコンクリート。 くぬぎ川橋で3連あり、川景観10.3メートルのコンクリート T 型下手で、主景観の両側に1連ずつあり、合計5連である。橋の高さは川床より21メートルあり、橋脚のアーチ基胸部や支柱には優美な装飾が施されている。橋脚の設置位置は急憩に合わせている。橋脚基礎は川床を約2メートル掘りコンクリートを打設した。 また、橋脚基礎のフーチングが露出している。舗装は、アスファルトブロック舗装である。下流側にある、同じコンクリート、くぬぎ川橋のみなの橋に見るが、元橋の方が、アーチライズ比が大きい。なおみなの橋の試行担当は、東橋と同じ斎藤組である。降乱は構成であったが、戦時中の金属類回収令により橋等と共に、撤去され、代わりに、 コンクリート製の高欄に付け替えられた。三代目の秩父橋に架け替えられられた後は、橋としての役目を終えたが、この橋は多くの人々に愛され、秩父地方のシンボルでもあったことから、地元の要望により土木資料として保存されることが決まり、埼玉県から秩父市に移管され、秩父市管理の橋となった後は、橋頭や高欄が竣工当時の状態に復元され、 共状公園として整備され、予定を送っている。1999年3月19日には、埼玉県指定有形文化財に、初代秩父橋の遺構とともに指定された。本橋梁は、土木学会による、近代土木遺産2800千ーランクに、選出されている。近年、手下や、アーチリブなどに、コンクリートの剥離や、内部の鉄筋露出など、 一しい損傷が見られるようになり、2016年に法定点検を実施したところ、判定区分3の早期措置段階と診断された。2019年8月6日、国土交通省の直轄診断が元橋に対し実施された。現在の秩父橋急業の老朽化のほか、通行車両の大型化で橋上のすれ違いが困難となり、 増大する交通量に対処するため、全国で25例目の埼玉県では、初のシャバリ橋で橋が架け替えられることとなった。橋の設計は五十旗博士が担当した。橋の建設に先立ち風洞試験が実施され、フェアリングやフラップの設置などの空力的対策を検討したが、 橋が流進に対しほぼ45度の斜橋であることもあって、その対策を特に取らずに、基本断面のまま架橋し、様子を見ることとなった。橋は1980年着工。橋は、首都が鉄骨鉄筋コンクリート、橋桁が構成の日本初の複合車張り橋が採用された。思考会社は、日本交換及び斎藤組で仮設工法として、 ケーブルクレーンによる型持ち式工法により仮設され、1985年9月に新秩父橋が竣工した。折しも初代秩父橋竣工後100年目の年であった。総事業費は12億900万円であった。構造上水平反力が生ずるので、橋弟の伸縮装置に水平靴や可動靴が設置されている。また、右岸側70メートル。 左岸川10メートルの取り付け道路も合わせて整備された。竣工後は9月から翌年2月までの6ヶ月間、橋桁に寄進機を設置して、振動試験が実施されたほか、風による振動計測が行われた。現在は、この新秩父橋を秩父橋と呼ぶ。橋の開通式は1985年12月21日の午前11時より、 ウガン川橋詰めにて挙行され、立岡副知事や加藤市長の他多くの来賓が出席され、式典の後に秩父消防音楽隊を先頭に9組の3大夫婦による渡り詰めが行われた。橋は同日14時より教養を開始した。1985年度に元橋は橋の技術的特徴やコンピュータを活用した思考マネジメントなどが評価され、 土木学会、田中賞を受賞している。田中賞の受賞理由が記された秩父橋、田中賞受賞記念碑が、橋詰めの秩父橋ポケットパークに設立されている。この橋の開通により、今までの橋は取り付け道路が橋の前後で地形に沿って、クランク状に急カーブしていたが、緩やかなカーブの線形に回収され交通の流れが、良くなった。橋の開通後、 秩父橋春光記念実行委員会が結成され、記念事業の一環として畑知事の記号による新秩父橋の記念碑が秩父橋ポケットパークに設置され、1986年4月19日昼前にその除幕式が催された。記念碑には表面は橋の由来、裏面には工事の概要や経過が記されている。また記念碑の他にあずまやや、 ベンチや湧き水の彫刻、初代秩父橋の親柱なども設置された。周辺は、歌断段旧域で、荒川の両岸やその付近に、段旧崖が見られる。また、左岸側は、起伏に富んだ、長尾根丘陵があり、人家がまばらなのに対し、右岸側の断旧面は、比較的平坦で、秩父の市街地となっている。橋の北詰めに、秩父橋ポケットパークが設けられ、 そこに秩父橋竣工記念碑のほか、埼玉県秩父土木事務所が設置した秩父橋の変遷について記した案内板や埼玉県が設置した秩父橋、田中賞受賞記念碑が設置されている。パーク内の初代秩父橋の親柱2本は、旧秩父橋と初代秩父橋橋脚2基とともに、埼玉県指定有形文化財となっている。 国道299号が通っている橋の左岸側をアンダーパスする遊歩道があり、ポケットパークと協場公園の間を道路を渡らずに行き来することができる。東橋と下流側の和道大橋の間の荒川に秩父太平洋セメントの地中式長距離、ベルトコンベアを通す施設橋が架けられている。ありがとうございます。